はい、皆さんこんにちは。今日はですね、アルカディアス構築ということで、アルファディアスの構築が今流行ってると思うんやけど、アルファディアスが今雑魚って結構言われてて、アルファディアス入れない構築の方が小回りが効くんですよね。アルカディアスの方が4コスト少なくて、で小回りが効くんですよ。でその細かいとこまで行き届くという意味ではものすごくアルカディアスデッカーが強いと今言われてて、で、まあ、今回このデッキを使っていくんやけども、まあボルメテウスとの共存がしてるって面白いと思うんですけども、ちょっとデッキ紹介は今回ねかなり省略する形でやっていきたいと思います。実際のプレイの方で感じていただくそれ以外の言葉はないんでね。はい、さあマッチングしました。対戦よろしくお願いします。今日はアルファディアスを採用しないアルカディアスの構築で、上位ランカーの構築を紹介していくんやけども、クイックゲートなどのね懐かしいカードが入ってるということで非常に素晴らしいなと、思いますね。小賢しいなお前、なかなか恐ろしい。てかこの構築結構無課金にもね使えるような構築なので、まあぜひともねこう今の環境に対して、まあ、第1弾からやってる方でですね、まあ、持ってない方アルファディアスの方は持ってないですよね。でおでもさあで飲ませられますよね。でもうますよ、またお前何してんだバーロー、うん、小高しねんやってることがよお前バーローがよ。まあ、ジルワーカーとかがやっぱその耐久面でも強いっていうのがなかなか面白いよね。でまあピカリエを次のターン出したいってなるんやけども、奇跡の閃光により正解を照らさん、私はアルカディアスだ。こちゃかしいなあ、なかなかやるじゃないか。ジルワーカーをしっかり処理していくようなその考え方美しいね。だがその美しさは時にあだとなることになるのだよ。無駄なあがきだということを俺が教えてあげるよ。まあやっぱね他のそのアルファディアスの構築よりも火力が少なくなると思うんやけども、これ見てもらいたいと思うんやけど、これプラチナランクやしね。プラチナ4で愛のプラチ4、これプラチナ3なりかけやな。結構こう上級者ランカーやと思うんやけど、そういう上級者ランカーに対してもしっかり勝てるようなね、構築にしてるのでそこを見ていただきたいんですよね。まあベリックス、マツボックルはいらないね。マツボックルっていうかあれベイマックスか、ベイマックスはいらないですね。まずは1枚目光文明の強さを誇示し私の権力を振りかざそうではないか。で相手は多分バーローを入れてるから、まあドルバルムの構築、お前こちゃかしいな。全ては中に弱者は消える、弱者の中にあるのは正義の鉄槌だ。バーズは一枚目、まずお前小賢しいな。なんかトリプルダウン入れるっていうのが最近結構ね流行っている気がするけども、なかなか小賢しいことをしてくるね。奇跡の閃光により正解を、ゼロさん、アルカディアスを引いたことで言ってお前の負けは確実されるのです。お前が俺に勝てるという二文字は絶対的に存在しないのです。わかるかい。まずは1枚目、クエイクゲートの効果によってソルガーラの効果がパワーアップ、そして上から取れるんだ。ニコスのカードでもしっかり上から取れるような力強さを持っていると、この力強いというのがすごい重要なことになってきますからね。まずは1枚目、無駄なあがきだということをこの俺様が身をもって体感させてあげるよ。本当の意味の恐ろしさというものをな、地獄の終焉の猛火より遺伝子、その世界の定義が私を絶望の道へと、悪魔神は無駄だ、無駄だんだな、悪魔神はな。え、それやばくない、それ。さ、本日もクッキングの時間がやってきました。卵を用意します。タッタタッタカチャカチャ、卵割ります。カラ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 、一緒にケーキを作りましょうね。
本日はね結構無課金寄りの構築ということで、まあ、紹介していこうと思うんやけども、結構ね話題をこう帯びている構築でめちゃくちゃ強い構築なんで、ぜひともね使っていただきたいと思うんですけど、これ出さないですね。はい、あのね出さないという構築が、あ、出さないというその選択肢、すごい重要になってくるんで、しっかりとね、目に焼き付け、焼き付けしていただくということをしていただきたいですよね。ただベリックスに関してはこれ手札がちょっと超過しちゃうんで、これこういこうか。まずは1枚、まずは1枚、うわー、おーぽーぼえーん、なんならんなならんならんなら、俺の中に宇宙の中にあらんならんなら、世界は走る俺の力を宇宙の進化へと思う。ウォットロスったらウォットロスったら、ほひ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 、うーおーおーおー、俺はすごい、俺は宇宙、俺はギガ、イェイイェイイェイ、ほったらほったらほっとうよ、ほったらほったらほっとうよ、おいよ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 、Why's the do is the war? Why's the do? Why's the wizard girls with the way? I use what goes on for two to first do. Where's the mind? Where's the legacy? Where's the way? Where's the way? Why's the way? Why's the way? Why's the go? Yeah! 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 お前、こざかしいことしてくんな。だがジルワーカーが破壊されたことによってさらなる先行の猛火というものをお前は受けることになるのだ。でボルメテウスサファイアドラゴンは1枚しか今回入ってないから、まあ重要なカードではあるから残しておきたいね。結構その重要なカードの一つになるからね。お前こざかごほボルメテウスホワイトドラゴンは1枚しかないって今言ったよな俺な、それ言ったよな俺、うん、それさ俺に対するすごいこうなんか極めて生命に対する侮辱を感じますよね、うん、許さんよ本当に、うん、そういうことするんやったら地獄を見せるっていうことは致し方ないっていうことの決断になるということをお前は知ってないいけないよ。プラチナランクで星を集めてるね人間、プラチナ5かな、うん、一緒の立場の人間だと思うけど一切そんな立場関係ないからね、うん、許さんよ本当に。悪を、お前なんちゅうカード出してくんねんお前、そんな強いカード取れねえじゃねえかよ、チンチンはいらねえよ。いくぞ、希望を貫く、死守する、まずは一枚目。クエイグゲートは結構優秀なカードやけども、あいつを取ることはできないな、なかなかそれが厳しい。お前小賢しいな、無駄な抵抗すんなやめろって言ってんじゃろうがよ、お前やろってんのか俺と、おいやろってんのか俺と、あやろってんのかよおい、まあクエイグゲートちょっと入れ替えていこうか。だからアルファディアスというかその、ブルメテウス、サラズズラ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 、お、いいね、奇跡の閃光により世界を照らさん、私は世界の定義をもたらす、現れよ奇跡の閃光により世界を照らさん、闇を滅する奇跡の閃光により世界を照らさん。このね、エリクシアっていうカードほんまにキモいよね、うん、お前1万8000なんてどう処理しろって言うんだよ俺のこの構築でよ、お前なんちゅうことしてくんねん本当によ。だがこんな時にこそ運命の暴虐を与えはならないんだ、それこそが私の使命だと感じているんだからな。ペトローパーをもう1枚引けばこの鉄壁の防御もね返せるんでね、当てる必要性はないですよ。私が負けるという2文字がいつね、生まれたって話ですよね。お前小賢しいなさっきからよ、お前同じカード来んなハゲ、うん、ハゲタコスケがよ、お前、おう、やんのか俺と。お前ら全員500人だろうが600人だろうがかかってこいよ全員、うん、700人だろうが800人だろうが1000人だろうが一斉にかかってきてもいいわ、一人ずつかかってきてもいい、全員一斉にかかってきてもいいわ、うん、呪文カード3回連続引くなよお前、笑かしてくれんな、全員な一斉にかかってきてもいいわ、
ん、別に1人でも 2人でもいいけど、一斉に500人だろうが600人だろうが700人だろうが一斉にかかってきてもいいわ。かかってこいよ早く、うん、かかってこいよ本当に、うん、お前ら全員2000万人だろうが5億人だろうが一斉にかかってきてもいいわ、うん、全員かかってこいよ早く、うん、お前ら全員5億人だろうが2億人だろうが全員かかってきてもいいわ、うん、やめろよ。まあサリエスは一番いらないからで、これバルホルスの効果によってちょっとやばいコンボが、見出されてしまってるのやばいねこれ。あもうやめてくれよお前、もう俺の精神を削るのはやめてくれって言ってんじゃん。行く行く行く行っちゃう、行く行く行っちゃうよ、気持ちいいよ、行く行っちゃう、行く俺の守護網が消える、行く行っちゃうよ、行く俺のジルワーカーっていう最強のブロッカーの優秀なカードが2枚とも消えていった、行く行く行く行っちゃう、行く気持ちいいよ、行く俺は気持ちいい、行く気持ちいい気持ちいい、あー気持ちいい、あー気持ちいい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 、おー気持ちいい、おー気持ちいい気持ちいい、あー気持ちいい気持ちいい、あー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 気持ちいいよ、あー気持ちいい、あー気持ちいい気持ちいい、あー気持ちいいよ、気持ちいい気持ちいい気持ちいい、あー行く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 、あー行っちゃう、行く壊れちゃう壊れちゃう、行く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 、あー気持ちいい、あー気持ちいい、あー気持ちいい気持ちいい、あー気持ちいい、罪なる裁きに運命の兆しを与えはしない、なんだこいつお前、俺なんか苦しめられてるこれお前、ああ早くとどめさせてくれよお前、なんなんお前マジで、うん、陰キャラがよ、これなんなんこいつマジで、やる気ないならやめちまえよお前、ああなんだこいつ、やばいな手札のこのソース、うーんぶんやー、私にその程度が通じ、あ、なんだこいつ、お前さ、なんか何狙ってんか知らんけどさ、なんなんお前、うん、キモいことしてきやがってよ、はよ攻撃してこいよタコがよお前、なあチキンがよ、やんのか俺と、うん、やろってんのか俺と、うん、かかってこいよ早く、ほらかかってこいよ、おいほらかかってこいよ早くよ、100人だろうが2000人だろうがさ、束ねてかかってきてもいいわ、うん、全員一戦俺のね前にかかってきてもいいわ、かかってこいよ早く、うん、なアルカディアス召喚バーンだから攻撃できない、かかってこいよお前、な50人だろうが60人だろうが一斉にかかってきてもいいわ、1人ずつかかってきてもいいわ、かかってこいよ早くお前、なあなんで殴ってこないのお前、かかってこいよな、あなんなんこいつ本当に、俺がリタイアするまで待ってって、なんかそれで加藤なんてさ、な加藤生物がそんな感じで加藤って考えるのは加藤義信を許しはせんぞお前、ああかかってこいよ早く、おなしょうもないカードばっか並べてさ、俺になんかその勝ったみたいな感じでさ、な暴虐だ反逆のろし当たるか知らんけどさ、あのさ無意味な抵抗すんのやめろって言ってんじゃん、おかかってこいよ早くな、かかってこいよ早く、うん、みっともないからさ、かかってこいよ俺に勝てるんやっていう自信があるんやったらね、俺に勝てるって自信があるんやったらかかってこいよな、かかってこいって言ってんねん俺、うん、な時間の無駄なんだよお前とのその時間、なんなんだよお前、な時間の無駄なんだよお前、なかかってこいって言ってんねん俺は、な何で負けるという筋があるので、かかってこいよ早く、一人だろうが二人だろうが一斉にかかってきてもいいわ、かかって来いよ俺に対してさ、なあ何がしたいんだよお前、かかってこいって言ってんの、なあ早くかかってこいよ早く、早くかかってこいよ本当に、なあ5000人だろうが6000人だろうが束になってかかってきてもいいから、なあ二人三脚でさ一緒につなげながらかかってもいいや、早くかかってこいよ俺に対してさお前、なあかかってこいって言って、おっ かかってきた、いやもうなんでお前かかってくんねんお前、なんだこいつ、かかってく
くんなよお前なあ、気持ち悪いことしてくんな、かかってくん、やめてマジでやめてやめてやめて、いやもう、あーもうシールド取りがない、もうやだー、